中国脳中国脳は哲学の一分野である心の哲学の領域で議論される思考実験の一つ。中国人民とも呼ばれる。次のような内容である。中国人全員に携帯電話を渡す。一人家族に連絡先の電話番号が書かれたリストを渡す。もし自分の携帯が鳴ったら自分がもらったリストにある番号すべてに電話をかけてもらう。 この電話をかける作業を中国人全員に延々とやり続けてもらう。この作業は全体として人間の脳活動のシミュレーションを実行している。つまり携帯を渡された一人、数との中国人は実は脳の一つ一つの神経細胞の役割を担っている。そしてそれぞれが持つ電話番号のリストは神経細胞同士のつながりの状態を表している。 そして携帯電話によるコールが神経細胞間での情報の伝達を表している。これにより中国人たちによる巨大な携帯電話のネットワークがある一つの脳の動作をシミュレートしていることとなる。この携帯電話ネットワークは機能的には人間の脳と同じように状態が遷移していくだろうから言語的な出力、身体への出力などの信号などは 人間の脳におけるそれと全く同様になるはずである。問題は、こうした中国人の携帯電話のネットワークは赤を見る体験をするのか、痛みの感じを経験するのか、という点である。つまり、現象意識、クオリアなどと言われる主観的な意識体験を携帯電話のネットワークが持つかどうかである。この試行実験の初期のバージョンは1974年に、 ローレンス・デイビスによって、まず論じられ、その後1978年にネド・ブロックによって論じられたブロックは、中国脳は、現象的な意味での意識は持たないと主張した。これに対し意識の現象的な側面の実在性を否定するダニエル・デネットは、中国脳は、機能的に普通の脳と同様な振る舞いをするのだから、そこには、意識がある。 機能的な意味での意識がありそれ以上の問題はないと主張した。名称は似ているが、1980年にジョン・サウルによって提出された中国語の部屋の思考実験とは別の議論である。ただしどちらも意識や思考性に関して、機能主義や物理主義的な観点からの説明の限界について問うている議論である点で類似している。ありがとうございます。